ントをなさるのは、桜祭り実行委員長の滝沢様と墨田区長の山崎様、お二方前の方へお越しください。せーのでいきますか。いいですか。せーえあー、おっしゃいましたね。今年はねぶたが、去年のと違いまして新しく綺麗になりました。またぜひ可愛がってお楽しみくださいませ。はい、ねぶたが点灯したところで、続きまして鏡割りをさせていただきたいと思います。それでは、鏡割りをしていただきますのは、桜町実行委員の橋沢様と、それから墨田区長の山崎様、向島警察署長の木村様、向島消防署長の久保田様、墨田区観光協会理事長の阿部様、むつ市沖ノ沢調査署長の井口様、都立東千葉県公園センター長の藤川様、皆様前の方に出てきていただけるとございます。入ってます。